お母さんごめん、めっちゃ話すよ。どうにか生きていかなきゃいけない。ここで終わらないぞ、お前らに負けないぞ。ド埼玉ですよね。女性芸人がやらないようなことをやっていこう。めちゃ元気だと思います。家を飛び出してから一回も会ったことなくて。一番の失敗は何ですか？ M1 遅刻ですよ。たくまメディアに来ています。お笑い芸人の田上かなです。最初顔似てないですけど大丈夫ですか？あ、もうじゃあこんな顔です。っていうことにしときましょうか。さすがですね。はい、もう最初からこういうなんかこうおおらかな雰囲気で助かってますっていうところですけど、はい、最初ですね、皆さんに聞いている質問がですねあるんですよ。何ですか？なんで田上さん最近お元気ですか？お元気です。元気ですよ。元気ですか？マジでもう本当元気で、インフルエンザもコロナもかかってないんで。かか1回もですか？小学校1年生にの時にインフルにかかったぐらいで、そういう大きなことは患ってないので。素晴らしいですね。めちゃ元気だと思います。なんか秘訣なんですか？秘訣はとにかく楽しんでるとかじゃないですか？いやもうなんかあれですね、あ、素晴らしいご回答ですね。いやいやいや、でも体調崩すことはありますからね。あります、普通に。ただそういうインフルとかコロナとか流行り病にはかかってないっていうだけで。一番か大きな病というかは何でしたか？大きな病ですか？そもそもないっていう。単純に8度の熱を風邪で出すっていうだけ。あ、なるほど。もうなんかそれはなんか女神級ですね。いやありがとうございます。なんか、はい、あれですね、また、後ほどですね触れていくと思うんですけども、うん、まあ、今、はい、お笑いコンビですね。コンビです、ファンダインピツさんという、名前でですね、はい、また面白い、ネーミングかなと、思ってるんですけども、はい、まあ、それをされながらですね、おみこさんも、はい、されてるというところで、うん、両立ですかね、されてるの、感じなんで、はい、もうなんか早速ですね、もう見ての通りというかもう聞いての通りなんですけど、はい、ツッコミ満載の、プロフィールかなと思うんですけども、まずやっぱりですね、何でしょう、はい、そのゲストさんの性格だったりとか、うん、人生観だったりですね、そういうなんだろうな、こう形成される、頃からですね、の話をですね伺いながらと思いますね。はい、最初にこうお会いした時に、はい、田上かなさんなんですね。はい、田上かなです。かなの名が底辺に奈良の奈良、はい、あれって結構珍しいですよね。かなり珍しいですね。多分検索しても私一人しか出てこないです。それぐらい珍しいですね。はい、これなんか理由というか意味があるんですよ。あ、なんか母がかなって名前は付けたかったらしいんですよ。で、画数をこう考えた時にいろいろ一般的な奈良の名とかナッパの名とかあったけど、母親的にはなんか普通が嫌らしいんですよ。なるほど。っていうことで何か画数がちょうどよくていい感じはないかって言った時に、夏井の夏、はいはいはい、底辺に奈良の名っていう感じをあてがったっていうおかげで、当の方におかげさまでそれちゃんと引き継いでおりまして、変わった人になりましたよね。なりましたね。全然なりましたね。あれですね、これ理にかなってるというか、はい、でその埼玉ご出身で。あ、そうです。長くいらっしゃいました。そうですね、もう25年とかだから、生まれてすぐ埼玉に引っ越してきたので、はいはい、もう生まれも育ちもど埼玉ですね。ど埼玉、はい。じゃあど埼玉はどうですか？ど埼玉どうですか？埼玉はとにかく都内とのアクセスがいいので、そういう利便性はある。真面目に話していいんですかね、これで。利便性はあるんですけど、やっぱりこう海がないっていうところもあって、ちょっとなんかこう個人的には閉塞感を感じていて。そうなんですか。神奈川で今住んでるところな、神奈川なんですけど、神奈川海があるからなんかちょっと開放的だなっていうイメージはちょっとありますね。ご家族の中にそういったちょっとこう変わったとか人間いたりします？みんな変わってると思いますよ。だって父親はこのご時世スマホ持ってませんからね。携帯電話持ったことないんですよ。まず変わってるじゃないですか、そこが。で、母親も実家に帰るじゃないですか。そうすると飛んできて、例えばおかえりとかっていうのが普通じゃないですか。見て見て見て
見て見てこれ買ったのって言って、あの保育士さんが身につけてるようななんかこう幼女っぽい趣味なのか、なんかこうパンダさんとかクマさんみたいな、なんかこうちびっこが好きそうなやつをなんかこう飛んでくる、飛んできて見せたりとかする、この人はいくつなんだろうみたいな、もういい50代のおばちゃんなんですけど、もう中身はもう3歳4歳みたいな感じで、なんかそういうなんか陽気な、まあ、家庭で陽気ですかね。お一人っ子ですか。いや兄弟がいて弟2人いるんですよ、はいはいはい、で弟もまあ変わってますよね。変わってますっていうよりも変わってるっていうよりもその弟2人の、はい、まあ、すぐうーんと近い年の長男の方は、うん、未だに私何年ぐらい顔合わせてないんだろう、だから家を飛び出してから一回も会ったことなくて、だから10年ぐらい会ってないんじゃないですかね。連絡もないですか。連絡もないです。一回そのちょっとご不幸があった時にちょっと来いよっていう電話をちょっとお前からかけてくれと親に言われて、たまたまつながって声を聞いただけで、じゃあ何をされてるのかも何にも分かんないです。生きてるってことだけしか知らないです。あ、まあまあ一番大事なところで、で一番下はまあ職業的には中学校の先生をやってるので普通なんですけど、まあ彼も彼で変わってますね。何日先生なのに何日間帰ってきてないうちみたいなことも今でもあるみたいですし、まあ、ちゃんと仕事は行ってるんですよ。でもなんかそんな話もあったりとか、なんか雰囲気がやっぱ変わってるんですよね。何が変わってるってわけじゃないんですけど、なんか独特話し方とか、あ、そうですそうです。ラインナップ見てもやべえなこの人たちと思って。小さい頃ってなんかこう思い出の何だろうな、その場面とかあったりしますか、その 親の子の話で。母親があまり外に行きたがらなかったので父親と弟と出かけるってことがすごい多かったんですよ、はいはいはい、だからなんかこうよく父親とそれこそ亡くなった豊島園とかに出かけたりとか、なんか遠方だと父親だったんであんまり反抗期という反抗期は個人的にはないイメージなんですよ ね。母親に対してめっちゃ反抗してましたけど、だから思い出という思い出、今パッとこう印象的なものってないじゃないんですけど、ただなんかこう父親とどっか出かけてたことがすごい多いなっていう。じゃあずっと前からこうエネルギッシュで、うん、放出、番組の雰囲気的に合ってるのか分かんないんですけど、母親が あまりちょっと精神的な状態よろしくないタイプの人だったので、割とこう当たりが強かったんですよね。傍から見てみたらすごくエネルギー値高く見えてたんですけど、結構幼少期としては結構閉ざしてる部分が多くて、うん、こんなに明るくはなかったですね。でも変わったんですよね。そうですね、やっぱお笑い芸人今やってますけど3世帯なんですよ。 今時珍しい、うん、っていうこともあっておばあちゃんと一緒に過ごす機会も結構多くて、でまあ鍵っ子でもあったんですけど、おばあちゃんがいたとしても、でやっぱりこういろいろなテレビ番組をちょっとこうおませな番組を見るわけですよ。時代劇とかドキュメンタリーとか、ナレーターの人にそれで憧れた時期があっていいなって思って、もう芝居との出会いがちょっと大きかったかなって思います。あれですね、じゃあその今されてる、まあ、お笑い芸人もそうですけど、のそのあこれもしかしたらこれかなっていうきっかけが、まあ、おばあちゃんとの一緒に過ごした時間。そうですね、おばあちゃんと過ごしててテレビを見てたっていうのが大きかったですね。テレビがやっぱでかかったですね。何がいいなと思ったんですか、その世界って。NHK のドキュメンタリー、障害者の方を取り上げた内容だったのかな。頑張ってる人とか何かをこう開拓しようとかしてたりとか、まだなんかこう巷に知られてないことをやろうとしてる人たちって素晴らしいなと思って、それをナレーターとして語っていくっていうのがかっこいいなって思って、自分の口でこう自分がこう見たものとか発見したものとか、それをこう伝えていくことはしたいなっていうのはブログにありましたね。2013年から舞台、その前って、埼玉県って舞台芸術の学校が県立で唯一ある県なんですよ。でその芸術総合高校っていうところに通いたくて、で受験を志すんですよ。ただ母親がもうそういう舞台表現をやったことない娘
をすごい背中を押してくれてたんですよ。でも突然ハンデやめなさいってなって、突然にで大バトルを繰り広げるんですよ。そしたら父親が、いや昔の知り合いで役者がいるから、その人の元で修行するっていうことで普通科に行ってくれということで、私はその役者さんの元にこうついて勉強することになるんですよ。だから中学生から高校生の間はずっとその役者さんの元で市民劇団にいたんですよね。なるほど。最初はあれ、役者として始められた。そうですね、ナレーターをこう目指そうって思った時に、たまたまワンピースアニメの、はい、で田中真由美さんのその表現の幅が素晴らしいってなんか子供ながら思って、でナレーターもやりたい、でもアニメもちょっと興味あるって言った時に、で真由美さんに憧れてってなって、調べたら舞台役者さんだぞと、田中真由美さんが、はいはい、じゃあ私は舞台をやらなきゃいけないっていうところがでかかったですね。実演してみてどうですか？要はその実際に舞台に出て、ああ、なんだろう、その私すごく普通な子だと思ってたんですよ、はい、でなんでこんな普通なのに、なんかみんなにとやかく言われてなんか暗いしっていう、なんかこういろいろこう自分の中で溜まってたものっていうのが、舞台をやるっていう時に君面白いねとかいいねっていうことですごく開放感を得たっていうのはすごい大きかったなって思いますね。反響が良かったんですね。反響も良かったし、自分の中でもすごくこう、あ、ここの世界が居心地いいなみたいな、うんうん、自分を見せていくっていう仕事って、うん、よく言われたことがあって、はいはい、何かしらこう、なんだろうな、トラウマを持ってる人が多いっていう、はいはい、持ってるからこそなんか表現ができるっていうのが話として聞いたことがあってですね、でもそういうわけでもないですよね。トラウマっていうとどういうトラウマですか？いや、なんか人生経験ですごくなんか、はい、挫折したりとか落ち込んだりとか。ああ。そんなこと中学でめちゃめちゃありましたよ。お母さんごめんめっちゃ話すよっていう話なんですけど母親が精神疾患っていうことで、子供ながらやっぱりちょっと不思議な環境だったんですよね。どう不思議だったかっていうのは何とも言えないんですけど、で3歳ぐらい、これがすごい鮮明で、3歳ぐらいかな、こう父親と母親が大喧嘩してて、でそれに対して喋れたから、3歳だったのかな、だからお母さんがそれ悪いんだよみたいなことをポロッと言ったことがあるんですよ。お父さんかわいそうみたいなことを言ったら、もう母親がもうパシーンってきちゃって、あんたなんか産まなきゃよかったみたいな感じで、もうその時にパリーンって何かが割れて、あ、お母さんってお母さんじゃないんだみたいな、お母さんというなんかこう今大人だから言えるけど役をやってるんだなっていうのを、こう役割として母親っていうのが存在するんだなみたいないうところで、何かそこでのこう子供の挫折というか幻想の挫折みたいなのはあったのかなって。まあその後ちょっと首根っこをつかまれトイレに閉じ込められるすごいですね、はい、ことがありまして、で、まあ、たまたま父親が早く帰ってきて救出されて死なずに済んだみたいなことですけど、真夏だったので。すごいな。小学校の時もなんか変なニックネームをつけられて、はい、彼らとしては多分いじめようと思ってたんですよね。なんだけれども、なんかそんなに私はいじめられてるっていうよりもヘラ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 してて生き延びて、家庭もぐちゃぐちゃ、まあその母親と嫁姑問題とかまあいろいろあったんで、でぐちゃぐちゃで、まあ居場所はある意味家庭にはなかったし、で学校も半分いじめられてたから学校もそんななんか居場所もなくっていうところで、やっぱりこう私ってなんだろうっていう挫折感っていうのはありましたよね。で中学上がってもやっぱりこうクラスメートとまあそこそこうまくやってたけれども、部活でやっぱりそんなにうまくなく、バレーボール部だったんですけど、バレーボールがうまくなくて、お前何なんだっていうのでちょっとはぶられる気味みたいな、で雑用とかをやっていく中でなんとか居場所を作ってたっていうのはありましたね。いじめって多分日本だけじゃなくていろんな国にも あると思ってて、まあ、実はあったので、あ、はい、なんですけど、多分
まあ共通してますよね多分。なんだろうな、あの面白いからいじめてやろうっていうことから始まって、まあでも個人的にその何でしょう、あのちょうどその時期、まあ引きこもり気味というか精神的に、はいはい、あのだったんで、あんまりこう、まあ、うまくこうその時に対抗というか対処できなかったんですけど、なんかこうあの何だったんですか、そのそれでも乗り越えていくっていう、そもそも問題視しなかったんですか。問題視っていうよりも、とにかく家も学校もぐちゃぐちゃだったので、家もその嫁姑問題でいろいろぐちゃぐちゃで、で学校もそんなにからかわれてのいじめですけど、まあ自由帳取られてから始まり、どうにか生きていかなきゃいけない、どうにかしなきゃいけない、その状況でっていう、なんかこう底知れぬエネルギー、あとはなんかなんて言うんでしょう、ここで終わらないぞ、お前らに負けないぞっていう、なんか反骨心はすごいありましたね。じゃあそれは大きいですね多分ね、その、なんかなんか自分にこう打ち勝つみたいな感じ。そうですね、かなり。でもやっぱり病んでて、おそらく私も精神疾患患ってたんじゃないかなって思う瞬間もあったんですけど、要はなんかこう、さっき幼少期の幻想みたいな話あったじゃないですか、お母さんっていうものは役なんじゃないかみたいなところで、すごく客観視点が強かったんですよ。だからなんかこう、いじめられてる自分とか、この状況の自分は自分じゃないってよくわからない暗示みたいなの若干かかってましたね。そういうことがあると、なんかこう、この子は自分じゃないみたいな。で結局大学の話をちょっとしちゃいますけど、大学心理学科に行って、そういったあのたまたま分野が異常心理だったかなっていう分野で勉強してた時に、どちらかっていうとこう虐待とかされてた子どもたちの感覚みたいなところで、こう自分を保って生きてきたんだなみたいな感じはちょっと勉強した時に、ああ私そうだったんだみたいな、からある意味鈍感なのかもしれないです。鈍感さはもう大事ですよね。そうですね、どっちかというと結構敏感な方なので、結構よくわかるんですけど、はい、感受性が高い、まあよく言えば感受性が高い、悪く言えばちょっと敏感すぎるっていうところなんですけど、なるほど。じゃあそれを、今も完全にそれを何だろうな、解消はして、あの結局お医者さんには行ってないので、解消してるのか未だにあるのかわからないですけど、まあうまく付き合ってるはいるのかなと思います。古い話ですよね。そうです、もう古い。あ、そうだったの。今だからこうたくまさんとお話しさせていただいて、あ、どうだったっけかなって結構考えながら話してますよ。すいません、なんかあの古い話ばかりでも。あ、いや全然全然、古い話ばっかりっては暗くて、私だからあんまり過去の話するときってハッピーなことありますかって言うと、ほぼハッピーなこと覚えてないんですよ。なるほど、なるほど。うん、なんか毎回そのゲストさんにそういう質問をしてるんですけど、なるべく丸裸になってもらった方が、まあ、その視聴さんもですね、こうもう親身になってくるのかなと思ってですね、あ、はいはい、まあ言える範囲でいいんですけど、あ、まあ、全然、まあ、逆に深刻になりすぎて大丈夫かなとか思いながら。大丈夫、大丈夫ですね。大学卒業されて、卒業されたのはいつですか。大学は普通に、2000何年だろう、普通にあのストレートで卒業してるので、22だから何年前だ、30で、まあ約10年前だとしたら2012年とかですね。いただいた情報の中で2013年に舞台があったと、はい、のがあったんですけど、それが最初の仕事ですかね。2013年、舞台の仕事はそうですね、2013年に八幡山のワーサルシアターで公演したのが最初かなと思います。2013年か。そうか、10年前ですね。あ、すごい昔だなと思って、まあ、それぐらいこういろいろあったということで。そうですね、そうですね。それが面白くて、はい、舞台は2013年なんですけど、うん、その前に20歳に振袖モデルの仕事をした時が芸能初めて で、あとダンスを高校時代とかにしてたので、ダンスの発表会とか舞台みたいなのは出てたりとか、実は舞台、お芝居の舞台やる前にダンサーとかそのダンサーモデルみたいなのを軽くやっていたので、はいはい、だから結
こう自分の中で芝居やりたいのなんで全然違うところやってんだろうみたいなことはありましたね。何ダンスですか？ジャズダンス。ジャズダンス、めちゃめちゃうまいわけじゃなかったんですけど、たまたまこう先生たちがすごくエネルギッシュで、すごくこう業界とつながってる人だったので、まあ、本当にご縁だなとは思いましたね。公演 MC、うん、アベマテレビとか、うんうんうん、YouTube とか、まあ、ラジオ出演もされたりして、うん、はい、結構幅が広いなと思ってて、その上に、まあ、お笑い芸人と、うん、まあ、お笑い芸人の、まあ、ちょっと後で話するんですけど、この例えば YouTube だったりとか ラジオ MC 公演、まあ、いろいろあるんですけど、そういう思い出深い経験はあったりします？思い出深いのはもう数えきれないほどありますよ。大先輩の中がもう本当に演出家とバチバチになる舞台を経験して、あ、女優さんって本当にここまで考えてて、で演出家と戦うってこうなんだとか、本当に間近でもう舞台女優さんのプロの芝居ってこれなんだっていう、なんかこうビビッというかしびれるというか、もう本当にいい座組に巡り会えたなーなんていう経験もあれば、面白い話というか、そうなんだろう、マジかよっていう話だと、はい、MC を初めてするきっかけになったのが、まあ、ちっちゃいイベントだったんでプロフィールには書いてないんですけど、たまたまその MC の仕事があるんだけどギャラが出せないと、でチケットバックでMC さんできないかなみたいなことをぼやいてた方がいて、やったことないけど なんか自分はできると思ってて、でじゃあやりましょうかって言って、で一人じゃ不安だからもう一人お友達で MC できそうな子いれば連れてきてくださいって言われて、連れて行こうと思ってその子を、まあ、誘ったんですよ。そしたら当日集合時間になっても来ないっていうか、連絡あれば別にいいんですよ。で連絡来ないしどうしたんだろうって言って、でもオープンになるよって言って来ないんですよ。そしたらごめん熱出ていけませんみたいな、嘘って言って、一番素敵なパターンですね。一番素敵なパターンですよ、マジでっつって、だから全く MC 初めて、はい、でもう本番直前に相方いなくなる、一人で MC やってくださいって言って、もうまあそれはもう仕方ないから高見さん一人で責任持ってやってくださいねみたいな、まあフォローはしますよみたいなことを言われて、まあ音楽、ちっちゃい音楽ライブだったんで、でやったらまあなんとか乗り切って、一人でできんじゃんみたいな確証と、もう本当当日キャンセルとかやめてっていう、なんかね、まあそのおかげで、あ、私 MC できるのももちろんそうなんですけど、あ、この人本当にMC できる人かもしれないっていうので、結構その後から仕事がバッと増えたんですよ。なるほど、ピンチはチャンスだなと。ピンチはチャンスピンチはチャンス、はい、記事があってですね、はい、ですね、真上さんのコメントが残ってあって、1週間前のリハーサルから見ていたのですが、皆さんと最後までやり遂げられるのか、スタッフ陣と息が合うのか正直心配でしたと。はいはい、でも実際演者さんがランウェイを歩いているところを見て、2週間でこんなに変わるんだと驚きました。お客様も後半に進んでいくにつれて彼女たちの人生を見届けたいという気持ちに変わっていたんじゃないかなって MC をしていて感じましたねと。挑戦するということの大切さを感じましたね、うんうんうん、やっぱそうですか。そうですね、この現場は本当最近の現場ですけど。最近ですか？最近ですね、ネクストガールズコレクションで学生新聞さんの記事ですよね、うん、多分。で学生さんがまあ取り上げてくれていて、やっぱり挑戦することって本当大事だなっていう風に、私はすごく挑戦するとか、なんだろう、こうできないことできるに変えるっていうのがすごい大好きなんですけど、なんか本当1週間前でしたっけ、私そのコメントで言ってると思うんですけど、はい、1週間前マジでボロボロで、みんな本当これ人様に見せられるものできんのみたいな感じだったんですよ。いやでスタッフも本当コメントの通りボロボロで、なんか全然指示行き渡ってね、大丈夫なの、本当に大丈夫なの大丈夫なのって感じだったんですけど、でもやっぱり挑戦しようとか
できないことできるようにしようっていうやっぱ行動のおかげで、あの本当本番は素敵なものが迎えられてたので、でやっぱり一皮も二皮も向けてることがたくさんいたので、やっぱりこうできないから諦めるじゃなくて最後までやりきるとかで学んでいくことって多いから、やっぱ挑戦って大事だなって思いますね。そうですね、結構じゃあ行動派ですね。行動派ですね。はいですね。いや、やらなかったら何も生まれないじゃんって思うタイプです。このポッドキャストもいやある意味そういう感じで、まあ、とりあえずやっちゃおうかなみたいな感じで、割とまだ不具合が、まあ、あの最初多いんですよ。このセットをですね毎回こう作らなきゃいけないってところもあって、もしですね、はいはい、あのどっかでこれ面白いな、この方も面白いなと思ってくださればですね、これを忘れずに押してください。確かに、それこそその行動でなんとかこう今まで培ってきたものってたくさんあったなっていうのもあるし、最近言われてるのが、あのタガミはネジが一歩緩んでるとだからちょっとバグってんだと思いますよ。でもちょうどいいと思いますよね。ちょっとゆる緩めてる感じで、なんかちゃんとされてるんですけど時々、はい、えみたいな感じ。そのえが多分あの、はい、一番の見どころというか、だからこうついあの見ちゃうっていう、あの YouTube で 見たんですけど、そのお笑いされてる時の、なんかそういう感じがしてまして、あちゃんともちろんされてるんですけど、でもなんかところどころこうえみたいな。さあれが多分あのハマっちゃうと、はい、もうドハマにしますから。ああちょっとなんか抜けてるらしいんですね。抜けてるらしいんですね。まあでもいろんなところに何ですかね、あの挑戦、しててですね、うん、スタートストーリーのクラウドファンディング、ああそうですね、挑戦したんですよね。はい、フリーのお笑い芸人の可能性を広げるツアーを実現させたいお題して、はい、そうですね、本当に5月に横浜東京大阪でツアーやったんですよ、はいはい、単独ツアーを。まあ言い方にはめちゃめちゃ反対されましたよ。なんでこんな大変なことするんだと。いやでもやっぱりその彼女からしてみたら、あの初めてでしかも芸歴もほとんどない状態の中からやるってなっても、まあ、ちょっと振り回したかなとは思うんですけど、私としてはもう東京でやるっていうことはもう終えちゃってるので、もっと広げていかないと何も次が生まれないなっていうこともあったりとか、今ちょっとこうフリーの芸人さんも増えてきていて、そうなんですか、で、まあ、もしかしたらやってる人もたくさんいると思うんですけど、なんか大々的にこういうフリーでもやってるんだよみたいなことをこう言っていきたかったなっていうことで、まあ、クラウドファンディングでツアーを組んだっていう感じですね。コンビが、そうですね、パンダ鉛筆、はい、相方がパンダさん、相方パンダです、パンダです、はい、なんかあの呪術廻戦みたいな感じですよね、あの名前忘れましたけど、はい、誰でか私もちょっと今パッと出てこないですけど、わかりますよ、ね、パンダ鉛筆で、パンダ鉛筆なんですけど、はい、2人コンビで、多分性格が あんまり、まあ全然違う性格ですよね、多分。真逆です。真逆ですか。大事にしてるものも仕事の仕方も全部真逆なんで。だからうまくいってるんですね、多分。そうですね。もう本当びっくりですよ。共通点探す方が大変だと思います。なんでこんな、なんかこうプラスとマイナスがなんでこう一緒になってるんですかね。彼女と出会った時にビビってきて、絶対面白いことできるって思って打診して、だからこう割り切ってるとこ結構あります。この人は全く真逆な人だ。なんか降りてくると、うん、ああそうですね、そういうタイプですか。まあ彼女曰く天才って言ってまして、彼女曰くですね、はい、自称天才、天才かどうか私は全く努力家なのかも彼女は未だに分かんないんですけど、とにかくでもアンテナはすごく敏、そういうなんだろう、お笑いもそうですし面白いものをキャッチする力はすごい長けてる人だなっていうのは思います。そのネタってどうやってこう作られるんですか、そのプロセスなんか決まってますか。ああ、私ネタ書いてないんですよ、だから。ああ、だから彼女が。そうですそうです、お前はもうネタ書くなと周りからも言われ、で彼女 もうネタが事故りそうだから怖いから、もうやる、もう渋々やるわみたいなの言ってくれていて、
彼女曰くすごく最近に私のことをめっちゃ観察してるらしいんですよ。でかあこいつに何をさせたら面白いかを常に考えてくれてて、で私はだからそのままでいいよみたいな感じで、彼女の方が、まあ、ちょっとマネージャー的な感じですか、うん、おじさんを生かせるための、あ、そうですそうです。だからパンダ鉛筆の全体は私がやってるけれども、パンダ鉛筆の中身は彼女がやってますね。パンダはパンダで、あの帽子かぶってますよね、はい、なんで鉛筆ですか、これ遡ると実は前のコンビから話さないとちゃんと話すことはできなくて、なるほど、まあ、なんでパンダ鉛筆なんですかって言ったら前のコンビがニコニコ鉛筆だったからなんですよ。で彼女とはその組む時にどうする名前って言って、で最初コンビとしてではなく期間限定のあのコンビでいる予定だったんですよ。だからじゃあもう安直にパンダ鉛筆でいいじゃんと、はいはい、でそしたらまあうまい方向に行ったので、じゃあもうコンビでやりましょうよっていう風に私のでお願いして、でパンダ鉛筆っていう名前使って、だからそのまま継続で使ってて、まあ、彼女がしっくりきてて、私もパンダ鉛筆で響きはすごいしっくりきてたので。パンダ鉛筆のなんか特徴って、日本のお笑いのまあ代表みたいなこうなっちゃってる、ポッドキャスト上ではなってる、おっとおっと、いいかどうかいいかどうか分かんないけど私が代表、ブラックユーモア強めですね。ブラックユーモア、はい、ちょっとシニカルな感じがあるかなとは思ってます。まだまだその確立されきれてないので女子っぽくないですね。あ、割と中性的な漫才だったり、まあ、今コントもやってるんですけど、コントだったりするかなとは思ってます。女性芸人って基本的には要は男性の年配の男性のファンがつくことが多いんですよ。でそれって本当に面白いか面白くないか分からず、なんか要は可愛いからとか、なんかちょっと違う目線も入ってくるんじゃないかっていうのが嫌で、で本当に面白いって同性から支持されたら熱いなって思ったんです。なのでどうやって活動してるかって言ったら、女性芸人がやらないようなことをやっていこうっていうのが結構キーですね。どういったところで活動してますか？普段は、パンダ鉛筆に関してはさっきちょろっと話出てたビラ配りがあるラスタ池袋っていう池袋にある劇場さんで、小島よしおさんの資本が入ってる劇場になってるんですけど、そこにいることがほとんどですね。そこをメインにして、まあ新宿、まあ、東京の新宿とか中野とかっていうところに、まあ、出向いていったりとか、あとは各種イベントと出張でこの間愛知行きましたし、あ、そうですね、はい、そういうところで、まあ、イベントの MC やったりとか、あの演者として出たりとか、面白いところだと相方が看護師っていうのもあって、あのナース祭りっていう看護師さんによる看護師さんのための看護師イベントっていうのも MC させてもらったり、もうすごい不思議な環境でしたよ。私以外みんな看護師さんなんで、あのあるあるが私からしてみたらわからないことがあるあるなんですよ共有してもいいような情報っていうのはもう全てあのこの概要欄に載せるんで、はい、ウェブサイトあったりするとそれも共有させて、はい、いただくので、うん、なんか見に行きたいよとかっていう方はですね、うん、ぜひそこはあの要チェックということで、はい、もう必ずなんか笑っちゃいますっていうそれしか言えないですよね。あのなんか、なんか笑っちゃいますっていう、あのお笑いをこう見る習慣がなかったなんですけど、それでもやっぱりこう笑えるっていうのがすごく、まあ、それこそなんかちょっとちゃんとやれてるなと思ってるんですけど、ところどころこうえみたいな感じがこう出てきてですね、それがハマっちゃうんですよ。それ多分生感ですね。多分生感ですかね、うん、だから多分私がミスってることがいっぱいあるんですよ実際にその女性2人のコンビ見たことがあんまりなくてですね、個人的にこう新鮮で、あのすごく良かったなって。 ありがとうございます。いやだって母数少ないですから、ね、少ないんですよね。 M1 とか何千組8000とか今年1万なのかなぐらいの中、あの THEW って女性芸人だけの、はい、あの大会、はい、1000組行ってなかったはずですよ。ああ、そうです、うん、正しい数字はちょっと忘れちゃいましたけど、もう全然違うんですよ。
母数がとにかく、例えば男性女性のコンビもありますか？ありますね。やっぱり男女コンビっていうのも入れるとやっぱり M1 そりゃ多いですけど、アンダーインピッツの今後はどんな感じですか？相方が割とこう世界志向なんですよ。世界志向、要は海外が大好きなので、海外でなんかできたらいいななんていうふうには言っていたりしていて、で私個人はもちろん海外の展開っていうのも考えてはいるんですけど、地域に根付いた活動をしていきたいなっていうのはすごく思っているんですね。私たちがいることで地域が盛り上がったらいいなっていうのはすごくあります。なのでこうどうやったら地域の人に応援してもらえるのかとか、日本のことをもうちょっとこう発信できるように個人的にはなりたいなとかも思っていて、日本らしさって春夏秋冬もそうですし、なんかこうグラデーションというか曖昧さみたいなところでのすっごい細やかな表現、わびさびとか、うん、はい、そこがやっぱり他にもなくて独特な文化だなっていうふうにはやっぱり海外行った時に思ったので。そうですよね、まあ、だからこそ、その芸人の他に、まあ、おみこさんされてるっていうところもあるかなって、うん、そうですね。でもみこの話をしてしまうと、最初は私単なる日本酒好きののんべえだったんですよ。マイドナニュースの記事で、はい、日本酒みこ、ナンバーワン総選挙開催中、うん、っていうか、書いてましたっていうか、日本酒みこって何、主催者が、込めた日本文化への、意気込みみたいな、のがあったんですけど、なんすか。なんすか、要は日本酒ってもともとこう巫女、まあ、いろんな諸説ありますけど、まあ、お巫女さんが口に含んだものが日本酒になったみたいな話があって、まあ、そこに、ね、基づいて巫女のその中でも日本酒が好きな子を集めて、その日本酒をこう広める、こう大々的にこう、まあ、要は AKB48 のセンターを取る人を決めるみたいな、そんな感じの選手権だったんですよね。面白そうですね。2位だったんですよ。やっぱりネジがネジがちょっと緩んじゃって到達1位まで到達できず、もう接戦だったみたいなんですけど、最後は逃げ切られちゃいましたね。誰が投票するんですか？これは、私とか応援してくれてる人たちがおチョコを購入していただいて、そのおチョコの購入個数で戦ってたんですよ。そうなんですね。おチョコいくらですか？おチョコ1個2000円とかだったかな。結構、はい、いい感じですね。いい感じですよ。それを、私が98個、はあ、98個ね、本当買っていただいたから本当ありがとうございますって今でも思うんですけど。1位は、じゃあ120、あ、まあ全然、うん、そうなんです。最後の最後、その個数が終わっちゃって、購入できないよどうすんのみたいな話とかもあったりとかして、いけるか、追いついたかもみたいな感じだったんですけど、これちょっと本当に実現するか分かんないんですけど、今あの日本酒めでるプロジェクトっていうことで、まあ、日本酒をめでるっていう観点から日本酒を広めていこうっていうところで、まあ、若者なのか、まあ、世界なのかっていうのはこれからちょっとプロジェクト的に煮詰めていくとこなんですけど、まあ、そういった形でこう日本酒の蔵の方とか日本酒をこう発信していこうみたいなあの話っていうのは実はちょっと出てきてるっていうとこ。展開はじゃ あの見込めるっていうところですね。そうですね。今までの一番の失敗は何ですか？一番の失敗は M1 遅刻ですよ。本当に最近の話ですけど、命取りですね。いや、もう未だに言われてますからね、相方に。何があったんですか？いや、単純に寝坊しちゃっただけなんです。いやね。パッて起きたらやばいっつって、めっちゃ相方から鬼のように電話来てるってなって、受付の5分、受付の時間の5分後に到着して、はい、やっちゃったっていう。じゃあ M1 って何時ですか？その日何時だったんだろう、10時とかかな、うん、いやー、うん、致命的ですね。いやー、決まってますよね。まあでもそれでもなんかね、ちゃんとやれてるというところで、失敗は成功のもとというか。そうしたい、うん、そう信じるしかない、はい、お笑い芸人になりたいよっていうあの方がいればですね、
その方のために質問したいんですけど、何かこうアドバイスをあげるとしたら、とにかく自分が面白いと思ったものを素直に書き留めとくこととかじゃないですかね。とにかく面白いなって思うこともそうですけど、自分が見たり聞いたりしてきたものが全部血肉になるので、とにかく人と同じことをしない方がいいかもしれないですね。あとは書き留めることと同じことはしないこと、はいはい、あとはいろんな経験してくださいっていう感じです。まあ失敗ですね。あ、そうですね。あと M1 に遅刻してください。だいや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 、それは違う、それは違います。はい、違うと失礼しました。久しぶりに過去のことを振り返って気づくことも多かったですし、まあ今日は私の話が多くね、なってしまいましたけど、相良さん、まあ、相良さんって言っていいのかな、はい、はい、たくまさん自体が日本に対してどういう思いがあるのかとか、私も日本文化を発信していこうとか、日本の良さを伝えていけたらなっていうところもあり、まあたくまさん自体が日本文化についてどう思ってるのかなとかっていうのも気になってはいたので、はい、次回はそういうところを聞けたらなと思います。ぜひ準備します。はい、いろいろこうね言えることはあると思うんですけど、はい、これがもう一つの海外出身の方と日本人との違いなんですけど、対談してる時に必ず質問されちゃうんですよ。トリニダード&トバゴ人と、フランス人、すでに来ていただいたんですけど、やっぱり向こうからもこう質問来るんですよね、うん、で日本の方だとなかなかそれがないっていうのがあるので、あ、それも面白いなと思って、別にいいかと、いい悪いじゃなくて、その違いもあるんだなとか思ってですね。いやー、いっぱい振りたい瞬間はあったんですけど、今日は話をした方がいいのかなっていう感じ、まあ、それぐらいちゃんとされてますよっていう。おやおや、でもね、ぜひね、なんか興味持っていろいろ見てもらえたら嬉しいなと思うので、ぜひ概要欄からね、ぜひ、はい、見てもらえたら嬉しいです。いいねだけでも、これでいいねが増えれば増えるほど、まあ、当然ですけど、拡散されて、うんうん、でいろんな人にこの動画がこうリコメンドされるんで、これいいかもって思ったらパーンみたいな感じで大丈夫です、うん、ぜひ応援お願いします。はい、最後になんですけども、実は前回のゲストさんから質問をこういただきまして、はい、まだ見てないです。なんで、上げてる瞬間に僕も初めてその内容を知るっていう仕組みなんですね、うんうん、いいですか。はい、なんだろう。10年後には、何を実現させていたいですか。おお、10年後、結構私そしたら40か41、はい、まあ賞レースって言われる M1 とか、大会でまあ、ファイナリストに残ってるっていう経験をしながら、どこかの地域のキャラクターになってたりですね。キャラクター、うん、なんか要はさっき地域のなんかこう根付いてみたいな感じでか、世界進出して、もしかしたら日本にいないとか面白いかもしれないですね。そうですね、うん、そういうのもあったらいいなと思います。だから海外でその漫才やってて面白いかもしれないですし、そうですね、なんかここにいないっていうことが10年後や成し遂げてたいですね。相良さんの10年後気になりますけどね。早速、はい、いや、ここはもうしていいんだろうなと思った。世の中にこう投じていたいですね。要はなんか知ってもらいたい、うん、人の前に出て初めて、なんか初めての自分がいるんだ、うん、本物の自分がいるんだっていうのが経験があるんで、映像に携わりたいんですよね。あ、例えば日本語が分からないとなかなかこう分からない日本の文化だったりとかを逆にこう紹介したりとか、まあ、海外配信発信したりとか、はい、っていうのをやっていきたいなと思ってますね。じゃあもしかしたら一緒に仕事してるかもしれないですね。そうですね、お手伝いさせていただきます。ありがとうございます。もう一個も二個ぐらいですね、ネジをこう緩めていただいて。だいぶ緩んでますけどね。今日この収録の前、私実は M1 も遅刻してますけど、遅刻してて、その理由が財布忘れて電車乗れませんですからね、ま、ほんとごめんなさいって思いましたもん。またですね。でもそれがもう性格なので、それがいいなって思ってる方が、ただのその仕事のパートナーと。ありがとうございます、はい、またぜひ、またぜひ来てください、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。